はい、こんにちは、ブルーフォースです。ということで、ね、まあ、結局ね、戻ってきちゃいました。バイオ RE4。いや、これやっぱね、神ゲーすぎて、何回やっても楽しいっていうのがね、ぶっちゃけなところなんですよね。ということで、まあ、今回何をやっていこうかっていうと、あ、美しい女性が、なんかよくわからない刻まれ方をして、あれ、こいつノーブラ？ノーブラだよね。スタッフがこの後美味しくいただきました。まあスタッフがね美味しくいただいてくれている間にぜひチャンネル登録ボタングッドボタンを押してね、この動画続き見ていただけたらというふうに思います。1998年9月30日、はい、まあ日本語版でお届けをしている最中なんですけども、まあそれはいいとして、あのね、警官としての俺が死んだ日、何を喋ろうとしたんだっけ、アンブレラが流出させた生物兵器によって90% ナイフクリアを目指してやっていこうという会をやろうと思います。どうしてもね、ちょっとぐだるなとか、救うべき多くの人を置き去りにして、その武器を使わないとしんどいなみたいな、政府の特務機関からの誘いを受けたのはラクン事件の直後だった。ちなみに、難易度はハードコアです。中途半端と思った方もいるかもしれないんですけど、まあ、あのプロフェッショナルでやると万が一ね、あのレオンさんがね、あのね、2人目のレオンと3人目のレオンが出なきゃいけないってなった時に、あの夜やっぱりセーブしたところからやり直しっていうね、超過酷な条件になってしまうんで、ちょっと中途半端な難易度で申し訳ないんですけど、まあ、ハードコールで、まあ、あのね、のんびりとのんびりとさせていただこうかと思います。ただ、ナイフの使い方が、なんかね、僕ね、PC 版でやってるんですけど、まあ、全然慣れないというか、難しいというか、下手くそというか、まあ、そんなね、残酷な結果が待ち受けているというところなので、あのね、パートによってはね、全く一個も進まない可能性があるというところがあったりするんで、そんな山奥に何しに来た、まあ、あの、多分ね、最悪、本当の最悪の最悪でいくと、まあ、ただの、あ、忘れてた。いかついサングラスのおっさんのままだと、ちょっと次回から格好変えようかな。まあ、ということで、あ、でも格好変えるとなんかね、カクカクになるとトロッコとかが全然全く機能しなくなるってことがあるから、そこちょっとやっぱ、いいや、このままにしよう。こんな格好のやつがナイフ振るってたら面白いもんね。はい。で、まあ、いろいろと一応ね、2周目以降のね、装備を引き継いでやってはいるんだけど、出てるんだけど、まあね、途中で弾とかも捕獲していっちゃうかもしれないし、まあ最初に持っているね、手持ちのね、まあいろいろ無限ロケランとかシカゴタイプライとかいろいろあるけど、まあ、そこら辺はもう全部、アイテムとして預けちゃおうかなというふうに思っております。まあ、売りさばくのがね、一番いいのかもしれないからね。はい。で、ハンドガンをね、どれにするかだよね、まだ使ったことのないハンドガンでいくと、マチルダとかがいいのかもしれないですね。マチルダにすっか、マチルダにしてみっか。まあね、あんまりハンドガンで頼りすぎるのも良くないから、初期ハンドガンとかもいいのかもしれないけど、まあ、なんだ、弾の消費が激しい方がなんかちょっとスリルがあって面白いかななんて思ったりするんでね。はい。ということで、まあ、ナイフクリアをね、目指してやっていこうかなというふうに思います。本当はね、サクッと進めるのにね、アシストでね、やるのが面白いのかなと思ったりもしたけど、まあ、どうせならね、これまで僕はどっちかというとぬるま湯に使ってくるプレイばっかりやってきたから、たまには本当に激しくてやばいっていうね、バイオハザードをね、ちょっとやってみないと、見てる人たちもね、もうぬるま湯すぎて思んないわ、とね、思われるかもしれないからね。副流煙が大変だからちょっとやめていただけないでしょうか。ちなみに、歩きタバコとかよくしてる人注意してくださいよ。健康増進法とね、もしそのタバコをポイ捨てしたらね、不法投棄になるし、まあ、軽犯罪法に引っかかったりとかするんでね。はい。だから、シンプルに、犯罪者ですよっていう話ですね。だから、禁煙区域で吸うのは軽犯罪法だし、タバコのポイ捨ては不法投棄になるし、そもそも周りにいる人たちに、その副流煙を吸わせている状態が健康増進法違反っていうものになって、3つでもね、3アウトチェンジってなっちゃいますからね、豚箱に入れられ、まあ、豚箱に入ることはないけど、罰金をね、めちゃくちゃ取られたくなかったらね、もう、てか、もう個人的に喫煙者がさ、ルールを破って、なんかね、吸ってるのを見かけたらさ、グーパンチ5発まで殴っていいとか、そういう法律に変えてくれる方がシンプルだと思うんですよね。当然、やり返したら、俺は車を見張っとく。駐禁取られたくないしな。誰が取りに行くんだよ、そんなところに。駐禁取る側やろ。そうだよ。冷静に思ったらさ、警察なんでしょ？駐禁取る側じゃねっていう。おう。ということで、さあやっていこうか。ちなみにね、前回までね、まあいろいろと別のゲームをやったりとかしてたんで、まあバイオ6とかさ、こうか。バイオ6とか、リベレーションズとかね、いろいろやってたから、ちょっと久々すぎて、
どこまで数ヶ月ぶりすぎるからちょっと未だに捜査官とかがあんまりよく分かってないんですよね。よく分かってないというか勘を取り戻すのがちょっと大変かもしれないっていうそういうオチなんですよね。でしゃがみます、で走ります、で、増物。ホルモン好きなんだよな、ホルモン美味しいホルモンな、実家に行った時ぐらいしか食べてないから、なんか家の付近でさ、あのミノとか僕千枚と蜂蜜が大好きなんですよ。あのコリコリがたまらなくて、そういうのが手に入るなんかお店が近くにあったら嬉しいんだけど、なかなかないんだよねって。これなんかね、そうなんでね、よく見たらね、抜け道になっててね、ちゃんとバツマークがね描かれてるんですよね。まあなんか前回パートはね、アシステッドモードでね、あのバイオブラ観光ツアーイエーイカン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 って途中でね、あのシリーズというか、あのもう自分で何喋ってるか分かんなくなって、どんどんあの崩壊してって、最終的に普通のいつも通りのゲーム実況にね成り下がってってしまうってね。目がいっちゃってる、目がもういっちゃってんだよね、本当にね、いっちゃってる。勝手に入ってすまない。あ、いい、いえ大丈夫ですよ。あ、グリーンハーブが生成されている。で、なんとかなんとか秋って言ってね、ちょっと前にね、あの知り合いの女の子がね、あの学生の女の子が、あのなんだっけ、あのスペインの留学に行ってね、あの5月の終わりくらいに帰ってきたのかな、うん、なんか半年くらい行ってた子がいたんだけど、いやーいいよね語学留学ってね。ほんと僕も行けるもんだったら、今戻るんだったら、まあ、学生時代にね、あのバスケのコーチやってたっていうのはすごく楽しかった記憶、あの楽しかった思い出ではあるんだけど、まあ今もしウェイに、まあ戻れるんだとしたら留学行くよね、多分アメリカのどこか行ってる。まあ寒いのが苦手だからロサンジェルスとかに行ってるのかもしれないけど、うわー、よくこれ血なのかな、なんか左の口元の左の方チュルンってなってる、なんかどっちかってなんか寄生虫がニョロ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 してるような感じがするで、ということで、拾います。何が起きてる、あ、爆弾持ってんだ、これなんか一発持ってんのあれだね。あ、そうだそうだ、なんか遊びまくってお金もこんな状態になっちゃってんだ、そうだ、ここら辺全部預けていかなきゃね。はい、まあ最初の方は回復アイテムがたくさんあるんだけど、まあ多分これ後半の方で枯渇してって終わりんく菊池リンクの状態になっちゃうよね。ハンドガンの弾は持ってても全く持って意味がないっていう状態だね。あー、じゃあ最初の敵にこれだけ使ってね、よし、あれなんかすごいカメラパークこんなあれだったっけな、そっかバイオ6やってたから、バイオ6の360度カメラがあまりにも回りすぎてこっちが普通にあれなんだ、回りにくいんだ。でもこのくらいのなんか、何今のタイムラグはなんだ。お邪魔しまーす。誰かいねえか、悪い子はいねえか、エレンイエガー。誰だ。いたー。はい。縛りプレイ。縛られるのがお好きなようで。ああ、行っちゃってるー。なんか、この時の顔の方があれだね。どうした？すごい、ちょっと若く見える。ちょびひげが、若干その、血に染まってるから肌に溶け込んで見えにくくなってるのかわかんないけど、どうなってるんだ、こうなってるんだ、ジュイーン、あれ、え、あ、無理か、やっぱ開けない、じゃあ行くか、よし、なんだなんだ、ダップルね、ほい、でーん、こいつは一体、これ、あ、やばい、階段がボロボロになってる。そしてもうあの武器という武器がもうないんで、よし、で、行ってしまっているので、走る、あらぞ、バレた、バレた、逃げろー。で、極力敵と戦わないことをね願いたいところなんですけど、持ってないハンドガンを持っている、なぜだ、ガチャコン。さあ、とりあえずどこまで進んでいけるかだよね、果たしてナイフだけで。そうなんだよね。いろいろと疑問があるんだよな。最初の方のさ、まあ、そりゃだって、普段村にいないような格好してるさ、サングラスと帽子かぶった、なんか若造が来たら、そりゃみんなビビ散らかすよね。やばいやつ来たってなるよね。ターゲットは、大統領の娘は、大統領の娘。この村にいる可能性が高い。はい。いいニュースだわ。いいニュースだ。さすがに。さすがね。いやー、そんなお褒めいただかなくても、あなたのおっぱいを思わせてくれればそれでいいです。だから、すぐおっぱいに走る。急いでくれ。何が起きたかわからないが、はい、この村はまともじゃない。本当に？
村がまともじゃないかどうかなんて、これからもまあでもそうだよね、普通になんかね、よそ者だからっていきなりこんな攻撃的なことされたら、あ、この村はまともじゃねえわって思うわな。ほらこんな村やだよいしょ。まあ4と8はね、村に、あの村になるってことなんで、だから次村が出てくるとしたら12なのかな。まあいいかっつって、後で追いかけてやるわお兄さん。よしさあ行こうか。で、まあ、ちなみにあのナイフクリアだからって言って、あの別にめちゃくちゃ難しくするとかそういうわけじゃなくて、要件はなんだ。要件はあるんだけど、あ、マチルダ用のストックが取れないんだ。あ、そっか。俺たちはハーブが大好きでね。あれ、ここら辺ってもっと広、もらい直さなきゃいけないのか。何でもござれだ。何でもござれですか。ヒッ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 、Thank you。違う。どんな価値ある品だって、墓までは持っていけねえぜ。ここら辺で売ってるものはない。あ、預けてるやつも売れるんだ。あ、そんな便利な仕様だったっけ。他にはない一品がいろいろ揃ってるぜ。購入はしなくていいのか。ちょっと待って、購入はしといた方がいい。半玉がないもんね。まあいいや。不景気なことだな。あ、ごめんなさいね。そんな怒らないでください。怒らないでくださいよ。装備、あ、そうか、ここで送れんだ。送れんだ。装備、送る。で、これも、送る。こいつも、送る。ミスター、送れ。中1の時の担任がもう、ザ・ミスター、送れみたいな顔してたやつがいたんだよな。誰にも伝わらないネタだと思うけど。で、ここら辺で、で、後でハンドガンがもうちょっと先に行ったら手に入るから。あ、そういえばなんか、あれだね。やったことなかったけど、ハンドガンで、ハンドガンとナイフだけでクリアするみたいな、なんかミッションあったよね。そうなんですよ。好き勝手いろいろとやってんですけど、好き勝手いろいろやってんだけどね、あのね、あんまりね、トロフィーを、ゲットするっていうことに執着心がなさすぎて全然やってないっていうね。ということで、どうれにしようか。センチネル9初期ハンドガン。いや、やっぱここはもうね、あのマッチオーダーでいきましょうよ。マッチオーダー、はい、オッケー、マッチオーダーで、あとなんか持ってってた方がいいナイフは、コンバットナイフとかね、あったらいいんだろうけど、ボルトスワーツ、まあでもいいか。あ、そうか、レーザーポインターってこれつけれるんだ。これは、あ、無理か。パニッシャーセンチナル9。ああ、なるほどね。じゃあ、このハンドガンには無理なんだ。じゃあ、マチルダで行きましょうか。専用ストックで3発ブースト。オッケー。で、ケースカスタマイズで、ハンドガンの弾を拾いやすくしたいと思います。普通のハンドガンでいけるんだ。で、これ、30%がマックスなのかな ?30% がマックス。でこれなんだっけ。あ、売り値アップしても仕方ないな。売り値アップしても仕方ないし、でもブラックバス。悩みどころっすね。単体。どうすんならクラフトボーナス発生率がアップするのが欲しいんだけど、単体武器売り値、武器じゃ売らないからいっか。ガンパウダー消費。まあでもブラックバス、後半の方手に入るし、一旦これでいきやすか。よし。ほい。あれ?ん?違う。次、すげえ、45発も入るんだ。へえ、お財布にも優しい。ほい、あ、無理、逃げられた。なんかめっちゃ声してない?気のせい?うわ、なんか いろいろあれだな。ちょっと待って、ね、ちょっと待ってね。いろいろ、うわー、でもなんかもうこれ、もうこの段階でなんかちょっとしまったなって思ってる。果たしていけるんだろうか、俺は。オッケー、あ、なんか後ろ向いてくれた。ありがとうございます。で、あ、ちょ、もう、しょっぱなからこんな状態になってたら、もうなんかダメな気がする。顔切り刻んでやろう、ほら。うにゅうにゅうしないで。折ってもないのに首の骨が折れるっていう、非常になんか、つらいあれだね。あ、60、すげえ、60発も。あ、痛い。油断してるとすぐこうなる。やばい。クソ、本当にクソだよ。うんこと書いてクソだよ。よし。うにゅうにする。うにゅうにしないね。よく、いいだろう。もうここで一発ダメージ食らってしまってんだもんな。で、これで、
回復アイテムもたくさんあることに越したことがないですからね。なんでこんな卵持ってんだろう。あれ、どっかで卵って手に入ったっけ、そんな。さあ、一発目の鬼門だ。お邪魔しまーす。まあなんかパサッと落ちたけど。で、ここでいろいろと燃え盛る太陽。炎がテカルス。はい、お嬢さん。ドンデスター。若い頃のやっぱり魂は浄化されるに限るね。で、こっち向かっていくと、いろいろと燃えて、あちゃ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 、あちゃ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 、やばい、ほら、プレゼント for you へ。あちゃちゃちゃ、あれ、課金ってならない、なぜだ、怖い。オッケー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 。ティア。あれ、ちゃ、やばい、そんなことはいかが問屋がおろさないわって。手に。よし、オッケーオッケーオッケー。メレイ。切り刻む、あちゃ、間違えた、めっちゃ D 押してた。ふん、一本背負い。ほら、ほっ、甘いわ。オッケー。こいつら武器持ってないから逆にやりづれ。あいたやばい、パンチはまずい。逃げろ。オッケー。バリーン。オッケー、キック。お休みのところ申し訳ございませんね。あ、やばい、あ、ポキン、あ、メレーができない。あ、ちょ、やばい。おばあちゃんによる大胆セクハラ。あ、ちょ、やばい。再びセクハラ。前世はきっと何だったんだろうね。よし。お出迎え。こいつって一体どっから来るんだったっけ。よくわかんないんだよね。でもこいつをぶちのめすことっていうのはおそらくできないだろうから、本当に大変なことだね。さあ、こいつが出てくることによる目がガン開いてる。もう本当決まってるよ。よいしょ。あ、ちょ、一本強い。やばい、体力が。これを、使いますと。あいばえっそ、痛いっそ。おじいさん、そんな暴れ散らかしたらダメですよ。そんな張り切るしかないですよ。よいしょ。大胆不敵。オッケー。え、なんで牛燃えてんの。牛っち。そう、どんだけいるんだよって。え、あ、やばい、牛が暴れ散らかしてる。あけ、あれ、おれ、おれ、あ、やばい。おーおーおー、牛なんとか、あ、牛死んだ。あ、ちょ、こいつが出てきたらもう、あの、おじさん帰る。お兄さんだけど、帰る。やべ、ふっ、これ命令、これは命令できないのか。あ、危ないよね。あ、いてて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 て
いいですか皆さん、これがコンボ攻撃。くっそ、いやー、いきなり洗礼が待っていたね。そうそう、こういうのをね、こういうのがね楽しいんだよね。ちょっと待って、本当にね、あのね、ナイフプレイの YouTube 実況とかをね、他の人とかで見たことがないから、もう僕まさにね、もうただただひたすらやられているだけというね、もうあの、やっつけ本番でやってるわけですよ。ん？それはクレヨンしんちゃん。ぶっつけ本番でやってるわけですよ。これあれかな？時間が来るまで逃げ回った方がいいのかな？だからちょっとずつ刻んでダメージを与えながら、なんかひたすらどっか逃げ回るとか、そういう方にしてった方がいいのかもしんないけどね。で、ちょっと収録時間とかも、ちょっと待って。え、血が消えていった。背中の血が浄化されていった。おもろ。なんてことも言ったりしながら、よいしょ、よいしょ、よいしょ。じゃあ、おばあちゃん、もう一回イチャイチャしようか。お鼻つまんでるんだよね。呼吸もさせません、みたいな。で、あ、お金、あ、もともとお金だったっけ？で、こっちの方に敵っているのかな？いる？あ、いるね。いるのか。じゃあ、こっち行っちゃダメだな。
どうしたらいいかな。できれば敵に見つからずに行きたいっていう。鶏。え？うわぁ、めっちゃ水汲んでるわー。え？バレた？バレちゃったー。ちょ、おじいさん、そんな、はしゃいじゃダメよ。くる。よし、おりゃー、まとめてキック。あ、嘘。うえ、ちょっと待って、内臓をえぐり取られた。違う、俺が望んでたのはそんなことじゃない。そんな意味はない、何の意味もない。おりゃりゃ、ちょ、また、もうこいつらどんだけセクハラが大好きなんだよ。まあ分かるけどさ、若い男のエキスをすすりつつる。よし、逃げ回る、走り回る、逃げろ、どっかに逃げていれば生きて、なんだ、生きていればきっと何か起こる。ちょっと待って、おじいさん、そんなはしゃいじゃダメですよ、そんな、もうちょっと、スペイン人のひげって本当おしゃれだよね、うん。実際、何人か見たことあるけどさ、あ、ちょ、うお、そういうコンビなんですね。てか、普通に考えればさ、ウイルスに侵されない体質だっていうことはレオンさん分かるんですけど、おっ、ちょ、やばい、よいしょ、えっと、まあとりあえず一泊、オッケー、ちょ、また今度はハッスルのおばあちゃんが、もうほんと積極的でございますね。後ろからホームラン打たれた。ちょっと待って、やばい、まさかの満塁逆転ホームラン打たれるとは思わなかった。いろんな人が今の助かったよね。さあ逃げろ、甘いわー、カッキーン。あ、命令が出ない。え、もうすでにブーンって言ってる。おい、やばい。え、このムービーシーンの時にさ、やられるなんて、そんな残酷な天使のテースやらないっすよね。大丈夫。とりあえず命令の準備、命令じゃない、なって、パリとは何ぞや。よし、オッケー。で、あ、今は登れない、残酷。おー、逃げおせる。やばい。てや、あ、なんかちょっと仕掛けてらっしゃるし、そんなことさせんぜよ。オッケー。逃げろ。で、甘い。とりあえず、上に逃げおせる。さよなら三角、また来てしまう。ここまでは来れないだろう。ここまでおいで。ここまでおいで。大丈夫じゃない。いって。やばい。カオス。ちょ。あ、てか待って。今思った。気づいた。あのさ。わ、やばい、なんかもうすでに発狂してる、発狂バーがいる。一個思った、もうこれさ、企画終わってんじゃない。だってねえ、あれ使っちゃったもんね。なんだっけ、あれ、名前忘れちゃった。投擲武器使っちゃった時点でさ、あのハンドガンとかダメなんじゃね。ちょ、やばい、すごい、なんかどっからダダダダ聞こえてくる。走って逃げる。あー、ちょっと待ってよー、おじいさん、そんなはしゃいじゃダメですよ。ほんと、そんなことしたら血圧が上がっちまうよ、俺の。逃げろ。え、ほっ。え、ちょ、やばい、おじいさんの飛んでくる勢いにやられた。本当にどんだけいるんだ。やばっ。おっ、危ない。ガキン、オッケー。とりあえずキック。ぴょん。やばい、あいつだけは相手にしちゃダメだ。で、ちょっとずつダメージを与えていこうっていう、そういう作戦なんだけど、その作戦が通じるような相手じゃなかろうな気がしてきた。なかろう？あ、かーん。なんだ？あ、やっぱ時間なんだね。倒したらいいとか、そういうオチ。あ、なんだ、中野バーガー。モスバーガーより中野バーガーが流行っているお店だからね。お店じゃねえ、村だからね。あー、無事なんとかクリア。いやー、これじゃ面白くないね。やっぱ立ち向かっていってなんぼだよね。うん、ちょっと反省したわ。あの、次回からなんか、あの、出てくる敵、特に籠城戦とかね、そうやってのは敵が無限にいっぱい出てくるであろうところは、あの、できる限り頑張ってクリアしていきたいなっていうふうに思います。うん。
さて、じゃあ拾えるだけのアイテムって。そうだよ。そうなんだよ。ハンドガンとナイフだけでクリアっていうやつがあるけど、投擲武器を一発目にも使っちまった時点で多分なんかクリアしてもダメな気がしてきた。その時はもう企画崩壊、パート1からやっちゃってましたっていう、そういうオチで許していただけたらなと。いやーマジか。一発目でこれだもんね。二発目おかわりしたいよね。で、三発目も、しのごの言うなよ。ろくでもない。いやー、やっちまったなー、やっちまったなー。いろんな意味で本当にやっちまったなー。マジですか、マジですか。ま、そういう可愛いところも、俺みたいでいいじゃないですか。うん。で？どうなってるんだ？ビンゴ？そう。どうなってるも、こうなってるも、ああなっちゃったんですよ。バイオハザードアルフィフォー。ということで、まあ恒例のアイテム拾いからやっていきましょうか。ここら辺とかもね、別にでもナイフだけでサクッと進んでいくんだったらいいよっていうところなんですけど、いかんせんね、なんだっけ、あれを取れるような環境にしてないと。こちら HQ、湖へのルートが分かったわ。大きな風車の先を回復アイテム、村の奥へ向かってくれる。はい、了解でございます。これから向かう。これから向かいます。気をつけてね、コンドルは。コンドル、コンドルって鷹だったっけ、わしだったっけ、どっちだったっけ。ほいほいほい、よいしょ。こいつあれなんだね、なんか一周目の時思ったけど発狂してたから、こいつ発狂 G なんだ、ね、こいつなんでほんと閉じ込められてたんだろうね。ただいじめを食らってただけみたいな、そんな感じがするけど、まあそんなことを言いつつアイテムを拾って、あ、先行ちょっと待ってね。もう投擲武器を使って、ちょっと待って、投擲武器を使ってもうダメでしたっていうのになってるくらいだったら、もう何したっていいんじゃないかなって。もう手榴弾と閃光弾と強化手榴弾投げまくってもいいんじゃないかなって思うけどね。まあ本当に極力使わないように努力はするけど、まあ、どうしてもっていう時はね、もしかしたらやっちゃうかもしんない。そうなんだよな。だからボウガンとか使ってくる敵とかがいる場所とかになってくると、まともに相手してられないから、多分なんかもう相手にせずにただただ逃げ回るだけの回みたいな感じになりそうな気はするよね。まあちょっといろいろ自分でそのパートを重ねて試行錯誤しながらやっていくようにします。なんかあまりにも下りそうだったらね、ここはまともに相手せずに逃げますというのというかもしれないし、ごめんやけどここはやっぱ投擲武器使わせていただきやすわ、ゲッヘッヘってちょっとね、悪いことを言うかもしれないけど、あ、オッケーオッケー。これで整ったでしょ。整いました、ブルッジです。で、これなんか読めたんだ。これは読めない。そうだね、おじいさんの観音小説だからね、そんなの見ちゃったらかわいそうだもんね。で、ここはいろいろある。でぇー、そんな気合と気持ちを込めなくても大丈夫っすよ。なんとかなるって人生。オッケー。そうなんだよな。現役の頃にこのバイオをやった時ってさ、2004年だからさ、まだレオンの方がはるかに年上、倍くらい年上だった、倍どころか3倍近く年上だったのが、もう今やこの なんでそんな喧嘩っていうのあーってやばいやばい、ゲーム越しに今喧嘩られたぞ、どっちのが若造だってあーみたいな。そうなんですよね。だから現役当時のねレオンはね、僕あれだったんだけど、今やってる RE4 のレオンはね、僕の方が年上になっちゃってるからね。2004年か、当時10歳っすよ。2004年って言ったら10歳か、若かったな、若かりし頃だもんな。今10歳戻ったら何すっかな。まあでもひたすら読書するかもしんないね。当時そのね、今みたいにスマホとか発達してないし、別に携帯とかもね、今思えば本当に高校生に入るまでいらなかったなと思うけど、まあ防犯の意味ではもしかしたら持ってた方がいいのかもしんないけど、別に今思えばいらなかったかなと思うからさ、携帯で友達とメール打ってる時間とかがあったら、もうしっかり勉強とかね、真面目か。でも多分今も戻ったら多分そうする、勉強とか読書とかね、あとはもうバスケとかしまくってたの、あと体鍛えたりとかね、そんなに時間割いてたと思う。ということで、なんかパート1からね、もうやっぱり洗礼を受けた、ナイフだけで俺たちを倒せると思うなよ、舐めるなよっていうね、洗礼を受けたところではあったんですけど、スピネルを手に入れるためのね、ハンドガンは遠慮なく使っていこうというふうに思ってますんで、そんな感じですね。
ということで、ちょっと早速洗礼を受けたところではあるんですが、まあ一旦ね、この辺りで終了とさせていただきたいというふうに思います。これやっぱ、そうだよね。OK。よし、じゃあね、パート1、こんな感じで、ナイフクリア頑張って目指していこうというふうに思いますんで、ぜひね、応援とよろしくお願いいたします。チャンネル登録ボタンもお待ちしております。ということで、ね、本日の動画は以上です。さよなら。バイバイ。